皆さんこんにちは、成沢です。今日はスタジオグラフィックスさん主催のタイムラプス夜景セミナーの会場となるですね、川崎マリエンに来てます。結構でかいですね。ほら結構でかいですね。で、一応機材を持ってきたんで、作例がてらなんか撮れればなと思ってます。はい、じゃあちょっとロケハンがてら中に入ってみましょうか。これ入り口2つあるみたいなんだけど、どっちでもいいのかな。寒い。てかトイレに行きたい、おしっこがしたい。この川崎マリエンはスタジオグラフィックスさんの話ですと、夜景の撮影会で結構実績があるっていう話だったんですけど、私来たことなかったんですね。で、撮影会やる上で参加者の皆さんにどういう状況なのかって説明したいなと思って今回来てみました。で、到着したのがですね、夜の19時、7時ですね。21時に川崎マリエンが閉館しちゃうらしいので、それまでの2時間の間にですね、どれだけ撮れ高を上げられるかというですね、割とシビアな撮影になりましたので、その様子をお届けしたいと思います。あ、こんな感じなんだね。あ、すごいいいとこだな。全然人いないです。ちょっとぐるっと一周してみましょうか。こっちが千葉県側、東の方なんだね。海ほたるが見えるらしいじゃないですか、ここ。海ほたる望遠で狙えるかな。ちょっと一周ぐるっとしますね。やっぱ忍者レフは必須だな。おー、どうもどうもどうも、お疲れ様です。あ、もう撮影されてるんですね。あ、めっちゃなんか火吹いてる。火力発電ですか、あれ。めっちゃ火吹いてるじゃないですか。暴れまくりますよ、ね。すごい。あれどうしようかな。そうなんですよ。結構小刻みですね。あれ逆にシャッタースピード思いっきり遅くして、もう常についてるようにするしかないですかね、あれね。この間も来てんですけど、ついてなかったんですよ。あ、本当ですか。今日はついてるんだ。あ、じゃあ当日あれがあるかどうか。どういう風につくのかが。ぼーっと。ちょっとよくわかんない。火力発電が。そうなんですね。すごい、全然人いないですね。めっちゃ穴場じゃないですか。いや、土日がやっぱり混む。すごいらしくて。あ、本当ですか。たまたま撮影する人がそんなに来てないんですけど、言うほど数える程度しか。ああ、じゃあ土日は常連さんみたいな方がいて、うんうん、明日は混むよーって。土日は混むんですね。こんな風になるんだろうと思ってて。そうなんだ。そうか。で、まあ向きですよね。なんか結局富士があっちなんで。富士山があっち。富士山があっちなんですね。あそこに集まるんで。あ、そうなんだ。なるほど。あれちょうどスカイツリーの方もいるんですよね。そうですね。ああ、なるほど。まあ、そうですね。そうですね。ちょっとぐるっとしてきますね。じゃあね。あっちが富士山。はい、ありがとうございます。マジか。さて、何を撮ろうかな。こっちが富士山本人。撮ってらっしゃる方がいるな。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。船がいるね。なるほどね。海ほたるか。船がいるな。船がいる。はいはいはい。下はそこそこ交通量多いですね。いや、こういうとこで何撮るかってなかなかね、センスのが出ますからね、これね。
お、一周しましたね。はい、セッティングをし終わりました。2台セッティングしています。こっちがちょっと見づらいんですけど、9番雲台にインジャレフつけてカメラつけてって感じですね。でやってて、下がこのミニ三脚に、なんかその前後のバランスプレートですね、両方との NR100 だったかなっていうバランスプレートをつけて、前後バランス取って、まあ、忍者レフつけてやってるっていう感じで、はい、どっちもインターバル撮影をやっています。そこの車がちょっと滑らかに表現したかったんで、早送り後でできるんで、なるべくここではまあ細かく撮ろうっていう感じと、あとあそこの火がボーボー出てるんですけど、1秒に1回ボーって出てる感じなんですよね。だからその感覚でいけるかなみたいな感じで、で上が広角で下がちょっと厨房縁気味で撮ってます。こういう横に走る車ってちょっと苦手なんですよね。縦に走ってきてほしいっていうか、横に走るやつはちょっと短めのシャッタースピードにしなきゃいけないから、こういう状態になるんですよね。これ今シャッターが 0.4 秒の撮影間隔1秒ですあ、終わった。ああ、これでもこうか。まあ、しょうがないかな、もうこれはね。ちょっとわかりづらいですが、こちらが、空が暗いから星が映るぞって今、アドバイス受けました。こっちで比較明合成すると楽しいんじゃないかっていう話ですね。じゃあこの動画の仕上がりはこんな感じです。どうぞ。はい、お疲れ様でした。撮影終了しました。ここ西側の展望台からあの富士山が見えるみたいなんですよ。で、夕焼けの空に沈む富士山っていうのが撮れるみたいなんですけど、今見たらね、西側の窓がね結構汚かったんだ。だから逆光で撮影するとあの窓の汚れってね結構目立つんですよ。だからもしかしたら夕焼けの時は反対側で海側のヴィーナスベルト狙った方がいいかもしれないですね。で、今時のカメラは、あの露出平滑化がついてれば絞り優先でもそこそこ夜景までのホーリーグレールは撮れるんで、まあ星までは行けなくても夜景までは行けるやつが結構あるから、絞り優先でガンガン行っちゃっていいのかなっていう感じはしますね。あと、まあ、ちょっと自分が行った時間はですね、あんまり動きのあるものっていうのがちょっと少なかったんですけど、まあ、車の動きとかね、駐車場でこうくるくる回る車とか、あと船とかがねもっとたくさん撮れば結構面白いのが撮れるのかなっていう感じです。こんな感じの撮影を、まあ、楽しもうということになります。まあ、ここでね学んだことを別の展望台にも活かしてもらえればなと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。じゃあ撮影会に参加の方はまた来週お会いしましょう。で、この動画を見てる方はまた次の動画でお会いしましょう。それでは、さよならバイバイしたっけね。どうもどうも。うい。